ちょっと、本当今日奇跡のコラボなんですよ。久保ひとみさんと熊谷真実がまさかの番組共演とか、本当に口紅を忘れました。そうだから、こっちでマッサージして、こっちで女子会みたいな。あと一人ぐらい来るかな。ちょっと待って、今お茶入れてくるから。マジ？やだ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 。ありがとう。グリーンボックスのありがとうございます。わーい、マルタカオリやったー。私もこれ持ってる。そう。愛用してくださって、マミさんが。お世辞の時にね。そんなに買ってきたの？そう。あと、いや、もう買ってきたって言ってもあれです。あとなんか、マミさん、ご飯、ね、これあの、ご飯のお供。私、今から竹屋行くのに。え、ヤクロ買ってる。ありがとう。ごめんなさい。よかったら食べてください。あれなんだ、あの四つ足っていうか、ね、ずっとこうやって、もうずっとこのままこうやったり、こうやったり、でこれからこうやってこうなったり、こうなったりこういったりとか、もうずっとアニマルフローいいですよ。何ちゃんもいいね、もう気がついたこれ。突然始まるよ。本当に。いやもう今のマミさんの足がもう運動できる人の足だった。本当で手首をすごい使うんですけど、実は手首ってものすごく大事で、あの女性の、あのホルモンっていうかにも関係してる。で女性が結構あの手首痛くなる人いるじゃん。いますね。あれってホルモンなんですよ。そうなんだ。実は指とかも、指とか曲がってきたりするじゃない。だからホルモンなんですよね。そうだ。アニマルフローやってると、その女性的にもすごく良くなるけど、その前から手首痛いってなっちゃう人もいるから、その人はまずこちらでですね体整えてからアニマルフローをやるともっともっと良くなるみたいな。やっぱ同じ風にしか多分人間生きてないから、アニマルフローって本当になんか360度みたいな。それで多分手首もいろんな方向に、体重もいろんなように感じるし、多分すごくなんかそれがいいすっごいよ。もう今日はだから、今日はパーソナルレッスンだったからみっちりだって、何のポーズだっけ、何のそれって何のあれだったっけみたいな。で全部がつながってるんで、一個一個覚えていくのが、そんなことやってたら5年はかかるよね。先生の形をするだけ。それがだからできるからさ、アニマル状態。いや本当にアニマル状態が分かったもんにしてって、どんなちょっとあんまりイメージが湧かないんだけど、いやだからすごいね。一回行ってみるといいわ。面白いです。面白い、本当に面白い。面白いというか、ハード。そうです、ね。地味ハード。へぇー。それでどうなるかっていうのが分かんなかったんだけど、ずっと筋トレ行ってるじゃん。パーソナルトレーニングで、バーベル使った筋トレ行ってるんだけど、そのバーベルがさ、こうやってさ、ここにさ、今それ普通にできない。いやいやいや、ここに60キロ乗せられる。すごい、本当に私乗れるじゃないですか。ねえ、楽勝なんだけど。すごい。昔30代の時本当にやってたのよ、すっごい一生懸命。ウェイトリフティング。もう笑かさないでください。でもこれね、あこちゃんの悲鳴がなんかかき消されて。いや、そうだった。もう逆に痛くて叫べないぐらいの時があったとか。そうなの、もう呼吸止まっちゃったり。呼吸止まってた。やば。そんなことなかったじゃん。ちょっとスタッフさん、どこ行っちゃったんだ。確かに、どこ行っちゃいましたね。みんなどっか行っちゃった。おいおい、ちょっと見てくる。はい。なんか素材取ってるって言ってましたね。素材取る。手任せ。そう、おむつをね、とりあえず。知らないお家だから。知らないお家。あ、美味しそう。何これ。あの和三盆を使ったクリームのロールケーキ。任せ。うわ。いただきます。今から桜台行かなきゃいけないのよ。行きます。おかえりなさい。こんちゃん。いらっしゃい。おかえり。
帰りなさーい。戻りました。お帰りなさーい。どうも。どこからのエネルギーが上がってくる。むちゃくちゃ元気で、ね、でもローキーが本当9時近くとかもう本当にこう終わっても、なんかなんだか今から伊勢志摩行くとか。いやいやいや、元気だった。元気だった。いや、あ、なんだよ、まだ来てないでしょ。誰も来てないです。あ、まるちゃん、まるちゃん、まるちゃん来てる。はい、すいません。いや、すいませんね、なんか呼ばれちゃって呼ばれちゃってなんて。ちょっと呼んだよ。今もう全員でマミさんのことも褒めちぎりですよ。断ったんだよ何人か。でもあんたはどうしてもと思ったんだよ。悪いわね。すごい嬉しいわ。すごいですね、今回の。え、それ初です。初すごいだね。ちょっとぜひ見てください。マミちゃん有名人。有名ですよ。あと笑い方が。ここさんなんですよ。ちょっと、ほんと今日奇跡のコラボなんですよ。久保ひとみさんと熊谷真実がまさかの番組共演とか、ほんとに口紅を忘れました。ありますよね。じゃあ行きます。行ってきます。すいません、お待たせ。爪ってあるんですか。あります。あります。ちなみに久保さんは。私は、ええ、ちょっと冬の時期は、はい、カキカバうな丼っていうのがあって、はい、あの浜松の名物はうなぎなんですけど、さらにカキもすごい有名で、そのカキとうなぎが両方乗った丼があるんですよ。ただもうちょっと季節がね過ぎちゃったんで、これから夏に向けてハモ、これのハモがね、でもうなぎも食べていただきたいという方にハモカバうな丼っていうのもあるんですよね。そうです、浜松から下ろして京都の浜になってるの、なってるんですよ。あ、そう、結構そういうの多いの。結構ね、浜松ってね、めっちゃ多いの。トラフグとかもね、トラフグも遠州で取れて、それがね、下関に行って、下関の天然フグになっていくんですよ。遠州なんだろう、トラフグ、あ、トラフグだし、ハモか、ハモ、ぜひ食べていただきましょう。緊張してます。緊張してる。ちょっと、マジだと思ってる。マイク近いし、近すぎる。一応ね、言っても素人だから近すぎるよ。どういうこと。スペシャルすぎる。いや、緊張しますね、こんな二人も同時にちょっと来るとね。来るとさ、普通さ、普通一人ピンでしょ。ピンでしょ。ね、二人で動くってどういうこと。本当だね。今日はびっくりびっくり。絶対びっくりなんだよね。私のメニュー、マミさん一押しメニュー、まず違うんですね。違うんですよ。まあ、裏メニューといえば裏メニュー、要するに要予約メニューなんですけど、すっぽんです。うわー、出た。もうね、ぜひ久保ちゃんに食べていただきたい。いや、ちょっとすっぽんって、まあ、女性には最高にいい。いや、もうね、3日お肌がプルプル、赤ちゃん肌で、20代肌、で、30代、40代でやっと1週間過ぎたら元に戻るぐらい。そんな意外と持つね。弾力あるよね。こんなツッパの実ってプルプルン、プルプルしてるね。もうほとんど全部がゼラチンみたいな感じ。ゼラチンみたい、めっちゃ美味しい。運び方がもうもうありがとうございます。必ず紙も作っていただいて、これですよねって見せてくるのもすいません、本当に職業病でね、めっちゃキャッチーな顔してますね。いただきますみたいなね、いお顔してくださるの、これ見習うところが多いわ。松野屋さんすごいですね。人を健康にして返すんですね、みんなね。やばいな、これどんどん若返っちゃう。まだ来るんですか。まだ来ます。ちなみに、これどこの部分なんですか。ここは、一番いいところは、ここ、亀で言ったらここら辺のお肉、脇肉だから、すっぽんで行ったらって言って、そこ、すっぽんで行ったらここら辺亀、亀。
食べれます、残すとこないです。いや、そう、残すとこないよね。明日の元気のためにですね、明日そう大イベントありますから、このこれ食べてちょっと元気もらわないと。あの局で一回お会いしたんですよ、うん、でもその時はやっぱさすがになんていうのか、いきなり LINE 交換するのもなんか失礼な当たると思って、ご挨拶だけで終わったんですよ。そしたら浜松駅のカフェで、マミさんマミさんって声かける方がいて、はって見たら久保ちゃんじゃないですか。久保ちゃんって、いや偶然お会いしたんですよ。で偶然お会いしたんで、ね、時間ある時間あるっつって、お茶ちょっとそこで飲んで、いやめっちゃ嬉しい会えたって、これではご縁だから、ね、偶然お会いできたのはご縁だから、じゃあ LINE 交換しましょう。実はね、その時離婚の話が家庭で出てた、真っ最中だって。でどうしようかなと思って、さりげなくさ、いやもう私ほんと浜松来てよかったって話から、でもさ、まさかさ離婚とかしちゃったらさ絶対ダメだよねって、マミさん何言ってんの、急に真顔になって、久保ちゃんが、マミさん本当に冗談でも言わないでください、3年はダメですって言われて、えと思って、なんで3年ダメですって、浜松の人はそんな急な対応についていけませんって浜松の人は自分たちが離婚させたんじゃないかと思いますね。あ、浜松という土地がね、二人をなんか話してしまったのかなとか、思っちゃうんじゃないかなとか、そんなこと口にも出さないでみたいないや冗談だと思ってたんだよ。来てすぐ、そうそう、そんなことするわけないじゃん。ほんとマミさん冗談もやめてくださいよ。いやでもさ、友達になってって言って、はい、その時はあの番組も決まってなかったんで、で、なんかあったらさ、ラジオとか遊びに行くよみたいな、うんうん、離婚はするわ、裏番組は決まるわで、ね、なんかもう全然会えなかった、会いたいのに会えないみたいな。そうなんですよ、なんかちょうど同じ時間帯の真裏に出始めたんで、まあ、これはなかなか共演はもう難しいなと思って、番組あるからいるんだよ、そう、番組あるからいるんだよねって思ってる人がいるわけ。そうじゃないよ、彼が純粋な浜松が大好きだからいるんだってか、もう私静岡県民だからって思うわけ。もうだって本籍まで移しちゃった、ね、すごいそれもうねえ、だいたい嫁に行くとさ本籍まで移すじゃん。まあそうですよね、そうだから本籍は変えずに席は抜いたみたいなやめなさいな、本当に指示の番組でしたよね、これ深い番組じゃないですよね、いやでもね本当にこの浜松市民でいてくれたっていうのが私は本当嬉しかったです。いやー、こんないいとこ離れらんない、もう見たでしょ今日の富士毎年見れるんだよ、こんないいとこないよ本当。だってマミさん自分の車で来てますからね自分の車で自分で運転してきてますからね、ロケずっと地元だからみたいな気持ちですよ私的には。いやすいません、じゃあ食べなさい、どうぞ。じゃあお願いしますね。ハモの美味しさに天然です、天然、おいしい関東風と関西風両方あるんですよね。そう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 、違いますよね。プルプル、なんこれはもうね、ね、明日起きたら別人ですよ旦那さんもびっくりです。どうしよう、わかった今回のロケで勢力つくもんばっかりだ。スープだけくれる、スープだけごめんなさい、飲んでた方がいいですね、明日のため飲んでた方がいい、一週間後のために。いやー、なんかさっきやったのに自分だから、マジで本当にこんな綺麗になってる、早い、そんな速攻性ある、なんかでもするんですよね、マジで。ちょっと私にも言って、私にも言って、本当に今笑わせないで違う、ねえ、ちょっと女子ちょっと久保ちゃんに会いたかったでしょ、最
さん、マミさんに呼ばれたら断れねえから夜の宴会は昼に持ってきて、もうしょうがない、マミさんに呼ばれたら今日彼持ってないし、持ってないよ、持ってないもん、全然だから道中で、ね、マミさんがまだ配るから動画のカメラマンしてるから ED の悩みとか受け相談受けちゃってすごい解決してるんですよ。マカとかやばいらしいよ、でもそれで配られて、もうなえぇ、って思ったんだけど、でもそのずっともう何本乗りしてもずっと元気すごい、断れないしと思ってクルーの中で、なんかディレクターが立ち上がれないっすって子いたよ大丈夫だよ、ね、やばいからだ、その中も箱にセクシャルなとかって書いてあるいや、そうしたらみんななんか ED の悩みとか言い出して、まだあんた35でしょダメじゃん、まず食生活変えなみたいな。まあでも35でね、35で、え、みんないつしたいつしたみたいな、どこかチェリーボールが順番言わなきゃ言わなきゃいけなくて、パン来ちゃってちくまりちゃんですよ。ちくやのちくやさんのお嬢さんなんですね。ちくやのお嬢さんだよ。私ちくやって全国チェーンだと思ってた。私も思ってた。違う、浜松、浜松だけなんですか。いや今あるよ、でもありますよね、いろんな浜松発祥のローカルってことですよね。そうなんだ、私全然しよう、でも、ね、もうちょっと友達になって、いやいや、お願いします、本当に見て、偶然このポーズ見えてない、今見えてないよ、マジそういうとこね、そういうとこあるから綺麗に揃ってる、綺麗に揃ってる、見てこの可愛い2人、可愛いね、最高、庶民だとね、思っちゃうけど、藤棚をこう歩いてる時に、うん、あ、やっぱ違うなと、そうそうそうなん、あんな人いるのにやっぱ一人だけ違かったね、そうなん、あ、女優さんだって、そう、撮影しててもうマミさんって1枚目で必ず一番いい顔するんだよ、すごいよ、そういうことか、女優だなと思う、絶対一番目から使える、全部使えるんだけど、いやマジですごい目大きくなってるけどできてないからね、もう両目いってるから普通はやっぱもう最後の10枚目でやっと来るから、あ、1枚目から来るからこっちの方が本当間に合わないかもしれない、すごい、でもそれまでがもう人生が全部あれなんで、カメラ回った時は終わってるぐらいな感じなんだ、あれだから本当にあれだから分かんないよ、あれっちゃったからもうちょっとなんかかっこいいこと言ってんぞみたいなたけちゃん、いいこと言うだっていいこと言うだって私幸せすぎてちょっと幸せを設定してくれた幸せさんと竹内さん本当ありがとうございます、ありがとうございます、マミ個人的に嬉しい、もう本当によかったです、なんか仕事もらって嬉しいを超えてるもん本当に朝から晩までお付き合いいただいて、3日目だからもしかしてお疲れかもしれませんよってお二人から聞いたけど全然もうね、朝から晩まで一緒に入れて幸せだしこんな設定してくれて幸せだし、もう幸せすぎちゃってマミちゃん、ね、違う、ね、違う、違う、違う、みんないいエキストラ以外で体力割といいやつでだからね、ウバでもいいっつってなって、そうね、アマさんとかね、想像図とかね、え、うん、来年再来年大河に出たい、あ、違う大河に出るもう出れてもう絶対ですよ、出てるよね、いやいや、そういうのそう思っちゃうけど、ここ久保瞳だろうみたいなね、結局はね、結局ねウバで出てる、本当に出ますか、ウバその位置取りだから1、ウバ2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 、そのなんか偶然に会えた時に、あ、私持ってると思ったもん、すごい普通偶然に会わないじゃん、出会わないです、駅でね、で現実に会いたいとずっと思ってます、あ、よかった、本当でも久保ちゃんには会いたいとみんな思ってる、はい、でも絶対会えないんですよ、会ってください、絶対